今日は着物のリメイクで男物の夏物の喪服の長襦袢で作ってみました。一応最初は型紙の説明いたしますけれども、型紙はこういった型紙なんですけど、これをこの入りぐりを後ろは3センチぐらい、あと前は3センチからさらに5センチ下げて、ここの部分だけが、ここの部分と、あとここに私ダーツ入れるんですけど、ダーツは前の方は20センチ、後ろの方が15センチです。あとは後ろも前も同じ、この型紙を4枚作って、中心で合わせて作りました。非常に簡単です。一応ポンチョ風ですね。そんなことで、私は丈は一応こんなふうな形なんですね。こんなふうな形ですね。だからこの型紙がこうなったのが、一応前の方が2枚、あと後ろの方が2枚で、この型紙4枚でできます。この丈の方は私は一応丈の方は70センチにして、この袖の方が65センチです。だから自分の身長に合わせてこの雪もおのおの違いますので、60センチとか50センチでもいいし、丈はもっと長ければこれを長くして、あとは着物の丈はそんなにいっぱいあるわけではないので、下の部分でちょっと袖の部分を剥ぎ合わせするとかでなんとかできると思います。作り方は一応4枚取ったら、前の方ね、前身頃の方はここで縫い合わせするんですけども、私はいつもこの前に20センチほどのファスナーをつけてますね。あとは脇には必ず着やすいようにダーツを入れております。あと後ろもこの中心のところをまっすぐ縫うだけです。ここにダーツが入ってるだけですね。あと幅が2幅ね、今で1幅、2幅だから前身頃と後ろ身頃があれば大体できます。特別身長のある方は足りなくなると思うんですけど、その時は袖の部分を足して丈を調節すれば大丈夫です。こんなことで、一応ポケットがないと不自由なので両側にポケットいつもつけてたんですけど、今回はこの前中心に1個だけつけてみました。なんでね、あと袖口はここは全然縫わないですね。こんな風にピランとなってます。と袖口はちょっとここでだいたい17センチぐらい来たところで、バラバラにならないようにここでちょっと合わせております。これもね、こっちも同じです。ここでこんな風に合わせております。あと広がってこの後ろと前にずれていかないように、ここの部分で、5センチぐらいちょっと縫っております。幅は自分のこう窮屈でないところでちょっと余裕を持って止めた方がいいと思います。この辺ね、この辺というか、自分が着てみて窮屈でないところにちょっと、5センチぐらい縫った方がいいと思います。こんなことで手縫いでもいいし、あとざーっとミシンかけてもいいし、大体裾が、一番長いのかな、4メーターぐらいあるかな。あとはほとんど直線縫いですので、本当に一日でもできるぐらいです。あとここはよくね、ギリギリのところはちょっとここにバイアスつけてもいいんですけども、私はヨークをつけてちょっとしっかりさせました。
あとファスナーのところにもちょっと力になるようにこの布をつけておきました。そのぐらいでこんなふうな夏物の洋服を作ることができましたので、皆さんももしよかったら非常に簡単ですのでやってみてはどうでしょうか。本当に簡単なんですよ。たった4枚これ作ればいいんですから。このような形でね、一丁四角になって、あとこのここで中心から直線から10センチ下がって斜めに線を取って、あと竹とダーツを入れるぐらいで、こんな感じで夏物のポンチョを作りましたので、ぜひ作ってみてください。以上です。